今日は、アトリエボズでお姉さんに選んでもらったお洋服を着たいと思います。楽しみですね。ゴスに着替えてみました。こんな感じです。今回のゴスはちょっとウィッグを着用してみました。で、全身白と黒でまとめて、でこんなモノトーンな感じですね。でシャツの方はロリータと違ってシンプルなんですけど、レースのフリフリ感のゴージャス感はこう変わってないんですね。あとはそうですね、手袋、レースの手袋でポイントと、あとネックレス、さっきみたいにいっぱいつける感じではないんですけど、もうシンプルな服なんで1個でアクセントになるのがゴスなんですね。あとは頭のこの1個つけるだけでだいぶアクセントになるんで、これもポイントかなって思います。で最後にメイクの方はロリータとは違ってチークはつけてません。真っ白のファンデーションのみと、目の周りに真っ黒のアイシャドウを塗ってみました。で口元は赤のちょっとくすんだ感じのリップで、怖めに基本的にちょっと顔色は悪い感じでっていうのがゴスのメイクだそうです。今回はなんだろうな、とりあえずヴァンパイアがテーマな感じだったので、肌は白く血色は悪くメイクは黒目でちょっとかっこいい目のリップでやってみたんですけども、なんかちょっとワクワクした感じになりますよ。よかったら挑戦してみてください。お店に行ったらお姉さんが全部セレクトしてくれるんで面白いですよ。新宿マルイワンに行って、アンジェリックプリティ、あとアトリエボズ、あとラパフェ、3店舗に遊びに行ったわけなんですけども、で初めこういう風にお洋服を着た時にドキドキしたし、着る前も大丈夫かなってすごい思ったんですけど、着たら着たでなんか楽しくなっちゃってなんか化粧もそれぞれ違うし、あとなんだろうな、姿勢も変わってくるし、なんかどういう風に見られてるのかなっていうのも気になったりはするんですけど、全然自分が持つ世界観もまた変わってくるんで、また違った自分とかもどんどん新しく見えてくるんじゃないかなって思います。機会とか、あとやってみたいなっていう気持ちがちょっとでもあったら、まあ、よかったら新宿マルイワンに行ってみて、いろんなお洋服見てみて挑戦してみてもいいんじゃないかなって思いました。よかったらみんなも行ってみてくださいね。